木下広次から1910年8月22日は、明治時代の日本の法学者、教育行政官、法学博士、第一高等中学校校長、文部省専門学務局長、京都帝国大学初代総長、貴族院議員を歴任した。日後国秋田郡坪井に、熊本藩主の木下最短の4、男として生まれる。1870年、 熊本藩校申請として、友人二人と共に、大学南校に入学、1872年妙暴領に、転入学、ボアソナードの下で、フランス法学を学んだ。4年生の同校を卒業しないまま、1875年には、留め復ツし、パリ大学法科に入学、1879年11月に卒業し、法律学士の学位を得た。さらに、 法学博士の学位を受けたという、7年間の見学後、1882年に帰国。文部省御用係及び、東京大学法学部講師となり、翌1883年教授に就任した。1889年5月、帝国大学法科大学教授と兼任のまま第一、高等中学校の校長に就任した。森有の理文書に求められて、 前年の1888年8月に、法科大学教授と兼任のまま教学の実験を持つ、同校の教頭に就任している。1893年6月まで、校長在任。1890年には、学生自治を認め自治療を開設した。同年5月にインブリー事件。翌1891年1月に、内村勘三不敬事件が起こっている。 同年12月22日に貴族院議員に直選され、1893年6月には井上武史文章の下で文部省専門学務局長に就任し様々な高等教育改革を進めた。1897年の京都帝国大学発足に伴い、木下は専門学務局長を兼任のまま同年6月28日、初代総長に就任。 ドイツ流の大学システムを採用し、京都大学の、いわゆる、自由の学風の基礎を作ったとされる。京都帝国大学寄宿舎を設置し、社政に管理と運営をさせた。また、京都帝大の初代の事務局長であった中川小十郎による、京都法制学校の設立にも協力を惜しまなかった。1907年7月1日、京大総長を遺願退官、同年12月、 名誉教授となった。1908年7月1日、金畿官志向に認じられた。墓所は、京都市佐京区の今回公明寺黒谷墓地にある。木下久蔵の文書は、京都大学の大学文書館に寄託され、2004年9月より、木下広次関係資料として公開されている。ありがとうございます。